本案から連絡します。これから評価をしますけども、13評価をしますけども、今、風向きが南南東ですので、陸地側に向かって、双葉町方向に向かって今吹いています。それで、ドライウェルからの放出になりますので、すいません、端子のチェックの結果、一応やっぱりジャプレッションプル側はオーベントもコベントも空いてる可能性が非常に高いということです。したがって水位が上がって詰まってるか、そこら辺が考えられますんで、コベンを外してドライウェル側に、つなぎ替えるのが一番効果的かと考えます。はい、放出についてはドライウェルからの放出になりますので、要素を水に通さない状態での放出になります。したがって要素の、放出量が桁違いに上がります。で、一応全量、今の状態 25% 破損ですけども、全量放出で評価をしますけども、25% であれば評価値は約4分の1に下がるというふうに考えてください。結果が出ましたらまた報告します。